任意のトラックの表示・非表示を設定することができます。インスペクターの横にある表示・非表示のタブをクリックし、任意のトラックの表示ボタンをクリックすることで、このようにトラックの表示・非表示を設定することができます。この機能はプロジェクトウィンドウだけでなく、ミックスコンソールにもこの機能がついており、任意のトラックの表示・非表示を設定することができます。またこの表示・非表示設定をプロジェクトウィンドウと同期することもできます。表示・非表示のアイコン右にある丸ボタンをクリックすることで、どのミックスコンソールがプロジェクトまたは他のミックスコンソールと同期するかを設定することができます。ここではミックスコンソールとプロジェクトウィンドウの同期を設定してみたいと思います。ミックスコンソールでドラムのパートの表示を非表示に設定します。するとプロジェクトウィンドウでもドラムのパートが非表示になっていることが確認できます。この設定を解除するには、表示・非表示アイコンの右にあるこの部分をクリックすることで設定を解除または変更することができます。これらの表示・非表示設定をさらに細かく編集するには、こちらのアイコンをクリックすることで様々なメニューを選択することができます。例えば選択しているトラックのみを表示、などを有効にするとこのような表示になります。またこの設定を保存しておくこともできます。設定をクリックすることで設定を作成、名称をつけて保存しておくことができます。このように設定を保存しておくことで、スムーズにその表示・非表示を選択し作業を進めることができます。トラックを表示・非表示の項目にはさまざまな設定が用意されており、カーソル位置にデータのあるトラックを表示を選択することで、現在カーソル位置にデータのあるトラックのみをこのように表示します。